はい、こんにちは。今日はコーチングの話をしていきます。セルフコントロールの落とし穴ということで、僕がですねメインで話をしているのが、このいじめっていうところと、それから今日お話しするようなセルフコントロールを中心としたですねコーチングっていうお話を普段よくさせていただいているんですが、コーチングの話をするときなんかに、最近なんかでは結構セルフコントロールっていうのは大事ですよっていう、やっぱり自分が何かをするときの行動っていうのを自分で抑えられたりですとか、あるいは背中を押してあげるっていうような力を身につけていくのがすごく大事ですっていうようなことを、いろいろお話をさせてもらっているんですが、そんな中でですね、鍛えろとは言いながらもですね、実はセルフコントロール力が欲しいなと思う人ほど、実はそのセルフコントロール力が下がっていってしまうという驚愕な事実が発見されましたので、今日はそのお話をしていきたいと思います。お前身につけろって偉そうに言ってたくせに、身につけたいというか、その身につけたいと欲しいはまた別なんですけど、セルフコントロールを身につけたい欲しいと思ったら逆に下がっちまうのかよっていうことなんですけど、これはですねどういう調べ方をしたかというと、2つですね調べ方がありまして、まずはセルフコントロールの欲しい度っていうのをチェックしたんですね。これは例えば目の前の誘惑に、抵抗できるようになりたいですかとか、あるいは悪い考え方に自分がとらわれないようにしたいですかとか、できるようになりたいですかみたいな質問をですねいくつかこう投げていくんですね。でその後に今度はセルフコントロールレベル、今現時点でのあなたのセルフコントロールの力っていうのはどのくらいありますかっていうことで、例えば友人からストイックと言われる方ですかとか、あるいはですね、ご馳走とやらなくちゃいけない、例えばそのダイエットとか勉強とかっていうのがあったら、どちらを取る傾向が高いですかっていうので、調べていくという結果ですね、アンケートにまずは答えてもらって、でそのアンケートに答えてもらった後に、その参加者の皆さんにですね難しい、ちょっとテストみたいなものを受けていただいたんですよ。でそのテストにどれだけ根気強く粘って、取り組むことができたかっていうのを最終結果として出していった結果、セルフコントロール力が欲しいとか、あるいはセルフコントロールレベルが低いっていう傾向に、セルフコントロール力が低いって言ってた人は、それは予想がつくかもしれないですけど、セルフコントロール力が欲しいっていうふうに答えた、アンケート結果が高い人ほどですね、実は根気よくテストに取り組むことができなかったっていう結果が出たんですよ。これはなかなか興味深い結果といいますか、でこれなんでかっていうとですね、セルフコントロール力が低いっていうことに、要は不満を持ってるってことですね。セルフコントロール力がないから欲しいって、人間って手元にないものを欲しがるじゃないですか。皆さんがもしお金がもうわんさかあって、もう手元に1億2億とか10億20億ってあったらお金欲しいと思われでしょうし、あるいは自分が着たい服着ているんだったら別に服欲しいなと思わなかったりとかするんですけど、やっぱりないものねだりっていうのをするんですよね。ってことはないってことは、今そのない現状っていうのに不満を持っているからこそ、セルフコントロールが欲しいって思う力が高くなってしまうと。でセルフコントロール力が欲しいっていうことは、今の自分のダメなところに目がいってしまうから、それに比例していってモチベーションが下がったりとか幸福度が下がったりっていうような結果が出てしまっているっていうことなんですね。なので、セルフコントロール力を欲しいと思うほど、能力が下がっててしまいますよとか、欲しいものが手に入りにくくなってしまいますよっていう結果がありますので、解決策っていうものに関して、何度かご紹介しているんですけれども、イフゼンプランニングっていうのをまずはやっていきましょうと。イフゼンプランニングとは、もしもこうだったら〇〇をするみたいなものをもう条件付けしてしまうと。でそれはもう何て言うか、自分ルールみたいなですね、ロックリーが、ナルトに出てくるロックリーがよくある自分ルールですね。マイトガイが発祥ですけど、ロックリーみたいに、例えばこの何て言うの、腕立て伏せ500回ができなかったら丸太蹴り何百回みたいなやって、丸太蹴り何百回ができなかったら縄跳びを2000回みたいな、こういろいろやってたじゃないですか。あれがイフゼンプランニングなんですね。ご覧になったことがない方はぜひナルトを読んでいただけたらと思うんですけれども、何か自分が動きをするときに条件付けしてしまって、でそういう特に意識しないで何かがアクションを起こそうと思ったときにこうしているなっていう自覚が芽生えてきた段階で、そのイフゼンプランニングというのは外してしまったらいいんですけれども、なかなかその条件付けで自分を動かすことができないっていう方に関しては、最初は例えば朝起きたら、ゴロゴロしてるんじゃなくて、朝起きたらカーテンを開けるとかですね。でカーテンを開けたら、
その場でスクワットをするとかっていう風に、もうとにかくその朝どうしてもやっぱダラダラしがちになっちゃうじゃないですか皆さん。私もそうなんですけど、こう偉そうに言っておきながらですね、私めちゃめちゃ朝ダラダラするタイプなので、最近は朝をパッと起きたら腕立てと、腹筋とスクワットっていうのをこうセットでやるようにして、なんか体を動かしたりしてるんですが、まあ、それはいいとして、やっぱり朝ダラダラしがちなところを、まあ、朝気持ちよく起きて体を動かして、で頭をすっきりさせて出かけるっていうことを目標にして自分を動かそうと思うんであれば、朝起きたら必ずまずはカーテンを開けると。カーテンを開けるってなったら、やっぱり立ち上がってその窓まで行って、でさーって開けなくちゃいけないじゃないですか。ってことはもう寝るっていう動作が終わってるわけなんですね。そうしたら今度はまだちょっと頭がぼーっとしてるから、体をちょっと、まあ、血行良くしたりとか心拍数上げたりとかして、すっきりさせるためにそばでスクワットをするとか、もう鏡まで行ってもう冷たい水で顔をバーって洗うとかっていう風に条件付けをどんどんしていってしまうと、何々の行動するならこうしますっていうことを自分の中にルールどんどんつけていって、でセルフコントロール力を上げていくという方法をやっていただけたらというふうに思います。まあ、ただそうは言っても、そうやって自分をこう動かす条件付けっていうのが できていくことには越したことないんですけれども、まあ、何よりもですね、そのできない自分っていうのがダメですよっていうことを決して今回言いたかったわけではなくて、ダメな自分っていうのはあって当たり前なんですよ。できない自分があって当たり前なんですよ。初めから何でもかんでもできる人間なんていうのはそういないですから。だからどちらかというと、今はできないと、ただ今はできないだけでも、将来例えば1週間後、1ヶ月後、1年後にはできている自分になっているかもしれないと。でもその1週間後、1ヶ月後、1年後にできている自分になるために、今始めないとできるようになってはいきませんから、その今できない自分よりもこの時にはできている自分っていうのを目指して今頑張っていく、まあそんなことをですね、目指してやっていただけたらと思います。ということで、本日はセルフコントロールの落とし穴というお話をさせてもらいました。以上とさせてもらいます。ということで、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。